はい、こんにちは、シャスカです。今回はニーチェ、勇気の言葉をご紹介したいと思います。大ベストセラー中、今でも売れ続けている跳躍、ニーチェの言葉っていう本がありましたけれども、あの1と2の2冊からですね、特に名言と思われる言葉を抜粋して、なおかつあのビジュアルブック、写真プラス名言っていう形の本になっています。ですので、あの名言の数自体はですね、正直かなり少ないので、本として読もうと思ったらですね、ものの30分とか1時間として読むことができると思うんですけれども、まああの長所としては、まあ逆に名言の数が少ないので、まあ繰り返し繰り返し、まあ例えば毎日とかですね、もしくは毎週繰り返し読むっていうことができるっていうことと、まあ、それから逆にあのビジュアルブック、写真プラス名言という形なので、あの右脳と左脳に両方ともにですね、あの同時にメッセージを自分の脳に送ってあげることができると思います。まあ、言葉だったら左脳での処理ですけど、写真が含まれているので右脳にもあのいいメッセージがですね、送られ続けるっていう本になっています。で、今からですね、このタイプの本っていうのは増えていくと思います。というのはですね、あの情報の伝達っていうのは、まあ、4段階ぐらいあるんですけれども、文字による情報で、写真による情報で、音声による情報で、最後が動画による情報ですね。なので、どん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 その情報の伝達手段っていうのが情報量が多くなっていってるんですね。だから文字情報から写真情報、写真情報から音声情報、音声情報から動画情報っていうふうに移り変わってきてるので、この文字だけの本から文字プラス写真っていう本はですね、今からどんどん増えていくんだろうなというふうに思っています。実際どん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 出版が増えてきてて、なおかつ売れ筋ベストセラーにも上がってくることが多くなっています。で、まあこういうタイプの本っていうのはですね、まあ男性の私が読んでももちろん、いい本なんですけど、女性の方がですね、人気があるかもしれません。すごく優しい感じがする本なので、女性の方は特に跳躍ニーチェの言葉を読まなくても、こちらの本を手元に置いておくだけでも、あなたの人生っていうのがどん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 、好転していく一つの、いいきっかけになるんじゃないかなと思います。まあ、サブタイトルが人生を最高の旅にせよっていう、タイトルがついてるんですけど、まあ、一番私がこの本の中で一番好きなところをですね、最後にご紹介させていただきたいと思います。それが一番最初の方なんですけど、こんな感じでですね、名言プラス写真が1枚っていう感じなんですが、最初に自分を尊敬することから始めよう。まだ何もしていない自分を、まだ実績のない自分を人間として尊敬するんだっていう言葉が出ていて、まあ私はここが一番好きなんですけれども、結局ですね、外の評価を自分の評価に私たちっていうのはしやすいんですね。だから結果が出たから自分はすごいとか、結果が出たから自分はすごくない、出てないからすごくないっていうふうに、外の環境、外の結果に自分の評価を合わせてしまいがちなんですけど、実際は逆なんですよね。まず心が先、まず考え方が先で、心の状態が整っていけばいくほど時間差とともに、外の方で実績が作られていく。考え方がどん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 豊かになればなるだけ、時間差とともに後から環境も豊かになっていくという順番です。だからどんな人も最初は実績がないんですね。実績がないから自分はダメなんだって思ってしまうと、その最初の実績そのものが作れないわけです。どうしてかって言ったら、心とか考え方が先なので、まず実績がない状態で心もしくは考え方っていうのを自分の理想の状態に持っていく必要があるわけですね。なので、まず実績関係ないと、今出ている環境も関係ないと、その環境となり、実績なり結果っていうのを良くしていきたいのであれば、まずは自分の心とか考え方を理想のあるべき状態にする。だから一番最初のスタートっていうのは、自分で自分を尊敬することからスタートするっていうような、まあ、言葉だと私は捉えています。もう一回、音読させていただくと、最初に自分を尊敬することから始めよう。
まだ何もしていない自分を、まだ実績のない自分を人間として尊敬するんだ、という言葉ですね。まあ、ニーチェは哲学者ですから、ニーチェ自身が、常に、自分自身に向き合いですね、うちにいる、神様と対話をしながら言葉を紡いでいったっていう、人物ですけれども、自分自身に対してですね、向き合いたいときに手元に、ぜひ一冊置いておきたい、いい本だなというふうに思っています。はい、もしこの本にですねご興味ご関心があればですね、この動画の下に、紹介ページの URL がありますので、クリックして実際あなたの目でですね、他の方のレビューとかを、ご覧いただければなというふうに思います。はい、今回はニーチェ勇気の言葉という本をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。